どうも皆さんこんにちは。ウイスキー専門店の岡村定所です。どうも、100万円分ウイスキーを買う第4弾にして、ファイナルになります。残りの金額27万7300何本あります。まあこれで、全部使っていこうかなと思います。こちらの店で、まあ、本当はね5店舗やるつもりだったんですけど、各店舗で使いすぎてしまって4店舗でおしまいになります。本日お邪魔させていただくお店がこちらですね、リカーズ長谷川さんですね。多分ウイスキー好きな方だったら多分来たことある方の方が多いんじゃないかなぐらいの、もうめちゃめちゃ有名なお店さん、もう最後の鳥として飾らせていただきます。もうリカーズ長谷川さんね、ウイスキー業界ではめちゃくちゃ有名な酒屋さんですのでね、ここでもう全部ねお金使い切ったものと思います。一応貸し切りなんですけれども、駅構内の中にある酒屋さんで、まあ、ちょっと人の通りもあるのでマスクつけて、撮影させていただきます。なのでちょっとそこはちょっとご了承ください。じゃあ早速行きましょうか。はい、というわけでリカーズ長谷川さん来させていただきました。ちょっと案内していただくね、店長さんお呼びいたします。倉島さんです。リカーズ長谷川本店店長の倉島です。よろしくお願いします。めちゃくちゃ有名人です。どうしても一個だけ聞きたかったことがあって、はい、でしょう、ブラインドテイスティングイベントをやられてるじゃないですか、ブラインデッドバイフィア、はい、もしかしてなんですけど、はい、アットザゲイツ好きですか？そうなんです。アットザゲイツが好きで、ブラインデッドバイフィアなんですけどメタル好きですか？メタル好きですね。嬉しい。今でもメタルは結構聞いてます。はい、ですけどですねこの T シャツカーカスなんですよ。デス系なんですね。僕そうですよ、デス系ですね。アットザゲイツかも、めちゃめちゃ大好き で、何系が好きなんですか？メロディアス系とか、北欧系な、北欧、そうですね、アメリカとかよりは北欧系の方が結構なんか心にグッとくるトメイカーのあるメロディとかのあたりが好きですね、はい、なんかこうデスメタル好きな人アイラモルト好きがちっていう僕の持論があるんですけ ど、ね、ずっと気になってたんですよ、このブラインデッドバイヒアって文字を見た時。そうなんですよもしかしてと思って行きましょう。オフィシャルのあれですかね、試飲とかもがっつり。そうですね、はい、この辺はまあ、買いやすい値段帯のもので、はい、オフィシャルでですね、まあ、安心して買えるような、ね、ものが多いんですけど、まあ、今グッドプライスということで、はい、試飲安いですね。でも今の時期で言うとあれですよね、今はですね、まあ、ちょっと時短ってことでいつもよりは時間少なく短くしてるんですけど、平日は10時から、5時まで、土日祭日は10時からお昼の13時までなんですけど、混雑を避けるということで、ちょっと早い時間に来たらこう、そうですね、試飲できますよ、はい、まあ、試飲してこう自分の好みを見つけていただくというか、ご購入の参考にということです、はい、そして僕の気になるブラックアダム。ブラックアダムお好きなんですか？いや好きですね、はい、このドオイリーな最近なかなか少ないので。そうですね、確かに。なんかちょっとレダイグを買いたいです。レダイグ買いたいです。 ありがとうございます。いや16年熟成、いい熟成年数のブラックアダーですよね、はい、そうこれぐらいのブラックアダーが一番好き、うん、ちょうどよくオイリーな、うん、で僕ハマキもすごく好きなんです。ハマキも座るんですか？そう、僕ダビドフ一番好きなんでちょっと興奮します。ダビデフ。ちょっと葉巻系は3年ぐらい前から見させていただいて。あ、そうなんですか。はい、あ、結構最近なんですね。そうですね。すごいですよね。かなり種類豊富で。はい、あ、シガリロとか、はい、かなりがっつりですね。はい、まあ、なかなかの扱ってるところがね、いや、そうですよね。なかなか、はい、しかもここまで種類がっつり置いてるところはなかなか少ないかな、はい、うん。すごくないですか、この縦もう密ですよね。そうです。すごい密ですよ。いやもうこれもうどこから行こうかな。こちらアイラ系ですね。そうですね。まあそのアイランズピートの感じのがあります、ね。上の方、これなんかおすすめとかあったりしますか？アドマーとかなんかあるんですけど、アドマー結構あれですよね。動画見たんですけど、結構お好きなのかなと思って。好きですね。はい、一番好きなアドビックなんです。アドビック、はい、たくさんあるみたいですよね。すごい。アドビックはね、実はアデルフィでいいのがあって、じゃ
最近も77のアドベックを買いました。77、最近のものですかそれ。2001年のボトリング。あ、はいはい、これが、14年のバーボンバレルです。こちらにぐっと高いですよね。全然アードベックで6万は全然もう普通じゃないですか、ね。うん、ヴィンテージはこれは2004年ですね。2004年結構珍しいのはかなりのハイプルーフなんですよね。 あまりこの度数ってないですよ ね、 すね、アードベックの。はい、わあ、もうこれ買います。ありがとうございます。一瞬にしてなんか他にも誰か。そうですね、まあ、あとね、アドルフィー好きなんで。アドルフィー好きですか。あとはね、あのラフロイグの同じね2004年ヴィンテージの14年で、こっちはね、あのリフィルのバーボン、それですか、ね、3万8000円です。あ、はい、こちらもおすすめは、おすすめをもう買っていくので。ありがとうございます。特にアデルフィーで、はい、アデルフィーのシェリー系結構好きなんですよ。いいのがあります。ありがとうございます。この間入ってきたばっかりで、はい、これは結構ね、限られた手腕店にしかないっていう話なんですけど、あのジュラの98の21年の、見てわかる通りいい感じのシェリーカスクってことで、いいですね。もうジュラ自体のボトラリースも少ないですね。そうですね、買いですね。ありがとうございます。54.2 度ですね、はい、いい感じの。もう一日10万超えます。そうですね、ペースダウンしないと一瞬で終わってしまいそう。そうです、はい。まあでもまだね、あと、いくらぐらいだろうか。もう上の方が何があるかな、はい、なんか。自分登って見ていただいて大丈夫ですよ、もし。いいですか、はい、もちろんです。気をつけて登っていただいて。これ通常の営業でも登られる方とか全然いるんですか。いらっしゃいますけど、まあ、一応かなり気をこっちも気を使って大丈夫かなと思って。ね、はい、僕結構高所恐怖症なんですよ。あ肩車の高さで怖いんです。この棚を持ちながらの方が安心です。あ、ブティックとかも隠れてましたね。そうですね、アンプが残ってますね。ブティックの、あった。あ、でも全然そうですね、5万切ってたら。でも全然まだバンク高いっすよね、最近。いや、だって20年で10万とか全然あるじゃないですか。ありますよ、ね、って考えたら全然あ、スコッチユニバース、地味なセレクションですけどそのアドモアとか美味しいですかね。それ一番上にある、はい、アドモア真ん中にあるディストラリーコレクションか。あ、20年、スコッチモルト販売さんのものです、ね、そうですよね、はい、セレクション。わあ、クライゲラヒのあれって美味しいですかね。ベストドラム、ベストドラム。あ、なんかその変わり種のタレとか使ったの多いですよね、ベストドラムって。はい、クライゲラヒ好きな方結構お客さんで多くて、なんか買ってってあげたいなとは。これ何ダルですか。オクタブオロロソ、これ買います。よいしょ、ありがとうございます。これはちょっと期待大ですね、はい、やっぱ GM がかなり目を引きますね。最近ね、コニサーチョイスたくさん出てますよね。そうですよね、はい、これはね、ラトレー、ラトレーですね。 GM とラトレーでなんかおすすめありますか。はい、ラトレーはですね、実は個人的にも結構好きなグレンスペイとかが、シェリーダルで、フィルだったかな、シェリーバットで20年ですね。かなりなリフィル、59度、はい、そんな高くはないんですけど。あ、でも全然そうですね。結構グレンスペイって好きで、淡い柑橘っぽい感じからグラッシーなハーバルな感じがあって、あ、ね、結構いいんですよね。すごい硬いのが多いんですけど、時間経つと本当に馴染んできて、いいボトルが結構多いなと思って。さすがマニアックなあれ。いやいやいや、一番好きな蒸留所ってその都度結構違ったりして、まあ、なかなか一つで決められないんですけど、ベンディネスが好きかな、うん、モートラックとかベンディネスみたいな好きなんですけど、ベンディネスはね、ミドルエイジぐらいの20年とかその辺の年数のもので、バボンカスクのが結構好きかな。GM のなりとかだと一つ前のコニサーズのあのが入ってきて、このキースのシェリーとか、 あとベンリアックとかもですね、まあ、そこそこの値段であるんですけど、まあ、GM ちょっと割とハイレンジ帯ではありますよね。そうですね、なんか最近どんどん値段が上がっている、まあ、ここ最近 のカスクじゃないんですけど、うん、まあ加水だけど、まあ、優しい感じの味わいかなと思って。迷うなあとグレンカダム、カダムカダムね、前動画で結構ね押してた、結構好きなんですよ、押してた印象がありますね。分かりやすいんですよね。そうですね、すごいクリーミーでなんか甘くてね。あとはアバフェルディとベンディネス、97ですけどね、97のベンディネスと全部僕の生まれ年です。97なんですか。97なんです。
9704とか。高いな。でこのベニネスはどうなんですか。これはねちょっと試してないんですけど、バーボンだったかな。そうですね、リフィルアメリカンホークセットなんで、まあまあこう優しい感じの香味なのかなと思うんですけどね。まあ46度だし。ボトリングは2013ですね。そこそこの年数が、じゃあ絶対美味しいじゃないですか。美味しそうですね。そうですよね。とりあえずこれ買います。ありがとうございます、まあ、せっかく好きなものを買いたいですよ。押し売りしちゃったから。いや全然全然、もう一本 GM でなんか食べたいですね、はい、あとここ最近のに関してこのブラックラのシェリーですから、ね、24年の、あ、はい、9号のやつ。そうそう、なかなかいい感じの色なんですけど、飲んでもないです。これを買います。ありがとうございます。今の値段が分かるんですか。19万とか言っちゃってますけど大丈夫です。あと7万円あと10万円か。ちなみにクライヌリッシュが目に入った。あ、これね、あのウイスキーフープの、あ、フープのやつですか。リ、はい、フィルのアンプの多くで、クライヌリッシュのおすすめってなんかこれなかった。クライヌリッシュ自体今ね物があんまりなくて、そうですよね、このフープのかな。これ結構ね、あの、まあ、ちょっと私は飲んでないんですけど、うん、お客様のこれ結構良さそうな感じで、まあ、しっかりとした果実感と、まあ、はい、そうです、あのモルティーな特徴があって、で、まあ、ブリニーな感じで、はい、こちらありがとうございます。クライネルシュはそんなにないんで、お客さんも買ってこい買ってこいと。あ、結構好きな方多いですよね。いや多いですね、はい、あ、これも97です。お97年、生まれ年のものばっか買うでしょ、はい、で97って多いですよね、リリース。あ、多いですね、確かにね。あとね、これがおすすめで、あのファウンダーズリザーブといって、はい、ブレンデッドモルトなんですよね、はい、すごい安いですね。そうですよね、これあの結構シェリー感がガッツリで、はい、よかったら試飲もできるんでお試し。本当ですか、はい、いいんですか、はい、あのプロカップですけど、よかったらこれはぜひ、ね、あの飲んでいただきたい銘柄なんですよ。指サックがすみません。はい、10年熟成。そうですね、3つのウイスキーなんですけど、うん、まずあの、オロロソシェリーで熟成したアイラモルトと、うん、アイラも入ってる、はい、でオロロソで熟成したスペイサイド、そのスペイサイドはさらに18ヶ月マデラの樽で仕上げの熟成をしています。でもう一つはあのリフィルバレルの北ハイランドウイスキー、まあ、難しいかもしれないですけど、なんかマデイラって聞いて、ね、なんかこのちょっとミントっぽさとかユーカリっぽさは、うん、なるほどなと出てきますよ。分かんないですけどね絶対、うん、すっごい年齢シリーズですねこれ、うん、香りは結構マデイラ感、はい、強いなと思うんですけど、うん、飲み口すごいもうがっつりなオロロソですね、うん、でカスクストレングスで1万円切ってるんですか、うん、結構使い勝手がいい。そうですね、これは買います。ありがとうございます。あんまりこうあのアイラっぽく感じないですよね、そんなに強くは感じないので。本当、ね、なんかちょっとアイランズ系飲んでるみたいな。そうですね、ちょっとその後半の余韻の方でちょっとそのピートっぽい感じがありますけど、ね、まあ、ほぼ感じないかなと思って。シェリーの強さっていうのもあるんですかね、うん、どうだと思いますね。これ一応公表はされてないんですか。そうなんですね、まあ、でもちょっとあの特別に軽く言いますと、あのアイラカリラかな、でスペインはファークラスで、北ハイランドはきっとご想像の通りの。ブレンデッドモルトってなかなかこう売りづらいし買いづらいと思うんですけど、やっぱりそのバランスがとてもいいし優しい感じがあるので、なかなかここまでどっしりなブレンデッドモルト、うん、シリー系が、ね、好きなお客様とかには、ね、結構おすすめして飲んでいただくと気に入っていただけてるので、どんどんピートが強くなってますね。そうですね、まあ、あまりこう10年と思えない感じの熟成感がありますよね。もっとディアジオにいた人でジョニーオーカーのブルーラベルとかをブレンドにその携わってた人が独立して作ったあのスペンサー・コリングス社っていうところが出してるブレンデッドモルトなんですけど、ブレンドがやっぱりこううまいというかすごくあのよくできてるなと思います。なんかばらつきが全然ないです。そうですね、うん、あ、すいません、ごちそうさまです、はいはいはい、これもあれですよね、持ってた方がいくらか分からないですけど、ね、あ、そうか、あ、そう、これも決定でしたっけ。でも結構違いますもうあと1万円だ残り1万円ですね。1万円ですね。このエージェンシーとかあるので、はい、よかったら、はい、見てください。あ、もうこの辺3リバースがっつり。そうですね、まあ多少オーバーしても、はい、いいかなとは思っちゃいますけどね。このハイランドパークうまいですかね。この後ろのネクターと全部違う。あ、全部違いますね。違いますね、はい、ここにでも1種類ハイランドパークあるんです。16年のありました、ハイランドパーク16年。いやどうしようかな、でもネクター買いたいですね。いやハイランドパークですかね、やっぱり。
ちらいいですか、はい、ありがとうございます。ネクターのハイランドパークで、はい、ありがとうございます。お買い上げいただきました。気をつけろ。降ります。いやこれで、はい、全部ですかね。これで来ました。合計がこちらになります。オーバー、オーバーして289,350円。ありがとうございます。ありがとうございます。そう、なかなかいかついラインナップね。すごい、でもセンスのいい感じのそう言ってたけど、さすがです。いや全然全然全然、350ですね。オーバーしました。よいしょ、こちらで、はい、ぴったりだと思います。ここで一番高いウイスキーって何？今ね、GM のマッカランですかね、はい、165万。165万、1950です、ね、50 ガツいのありますね。そういうのはやっぱりいつかポンって買えるようになりたいですよね。なかなかね。じゃあ確かに、ちょうどいただきます。そうです、ありがとうございます。ありがとうございます。北口店の私下っ端と申します。ツイッターの中の人です。皆さんこんにゃちは。北口店では、まあ、ワインをメインにやっていて、まあ、本店の方のウイスキーには及びませんが、ベーシックなものも置いてありますので、ぜひはしごで北口店にもよろしくお願いいたします。で、ツイッターの方では私下っ端が毎日更新していまして、なんか変なこととかつぶやいてますけど、それにいじってもらっても全然構いませんので、ぜひぜひ北口でもよろしくお願いいたします。この動画の概要欄にツイッターのリンクも貼っておりますので、ぜひ飛んでってください。お願いします。いや、すみません、ありがとうございました。今日はありがとうございます。すごいな、めちゃくちゃいいボトルをたくさん買いました。いやー、もう早く開けて全部飲みたいです。ありがとうございます。宣伝したことか。まあそうですね、やっぱりうちはお客様が来てワクワクするような品揃え心がけてて、本当に探しているものが見つかると思いますので、ぜひぜひ皆さんご来店お待ちしております。はしごに登ってウイスキー探す楽しさは怖いけどスリルがあってまた楽しいです、ね、なかなか他の酒屋さんじゃできない体験ですよ。まあ、もう駅構内の中にあるんでね、結構来やすい場所だと思いますし、うん、もうなかなかいい、こんな普通の酒屋さんじゃ絶対置いてないですから、うん、こういうのもがっつり置いてますんでね。ボトラしか買ってないですね今回。今日そうですね。オフィシャルのものとかもものすごくいっぱい種類置いてるんで、オフィシャル実はかなり力入れてて、そうですよね、やっぱりね、そのメーカーとか上流とか押してるのをやっぱりずっと扱い続けたいなと思ってるので、こう限定品とかもそうですね、がっつり置いてあったりしますし、はい、いや、お金が足りなかった。でもいつも思うんですよね。いや、いつも買いに行くたびに我慢ができなくて。いや、じゃあそんなわけでも、ね、はい、いいウイスキーです。ありがとうございました。ありがとうございました。はい、寝たらで嬉しかったです。いや、そんなわけでして、100万円分ウイスキー買う企画が全部完結しました。またなんかこう、面白い企画、またやっていきますので、皆さんお楽しみにということで、この動画ね、面白かったよとか参考になったよって方いましたら、ぜひぜひチャンネル登録と高評価の方よろしくお願いいたします。あと、Twitter と Instagram の方もやってますので、概要欄の方からチェックをお願いいたします。それでは、本日の動画は以上になります。最後までご視聴いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。